こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回は土曜日の動画なんですけど、土曜日というのはですね、通常の観光案内ではなくて、各国の入出国に関しての手続きとかですね、最近はコロナ関連の話題が多いんですけども、今回もですね、先週に引き続きフランスの衛生パスポートについての話題です。健康パスポートなんかとも言ったりしますけれども、果たしてですね、その日本のワクチンパスポート、最近いろんな方がもう手に入れられていると思うんですけれども、それはフランスの衛生パスポートとして認められるのか、これに関してですね、ついに大使館が正式に発表しましたので、そのことを皆様と情報共有してみたいと思います。もともとですね、この日本のワクチンパスポートというのはフランス入国のための書面、つまりこれがあれば PCR 検査はいらないという書面としては認められなかったんですね。最初ですね、イタリアとかポーランドとかでそういった国が認めたんですけども、フランスはなかなか認めなかった。ところがですね、8月19日の段階で、OK ですよと、これがあれば、日本のワクチンパスポートですね、があれば、もちろん日本語と英語がちゃんと併記されていることが条件ですけれども、それがあれば、PCR 検査の陰性証明、72時間以内のですね、証明書はいりませんということになったわけなんですね。ですから、これでフランス入国に関してですね、一つハードルが下がって入りやすくなったと。ということなんですけれども、問題はその第二関門なんですね。ではその日本のワクチンパスポートはそのままフランスの衛生パスポート、もしくは衛生パス、健康パスポートなんかとも言ったりしますけれども、それの書面として有効なのか、そのまま使えるのかということなんですね。このフランスの衛生パスというのはですね、非常にこう強力な力を持っておりまして、今フランスではですね、8月9日から始まったんですけれども、レストランとかバーとか、文化施設とか、いろんなところですね、お仕事される方は例えば日本一会場であったりフェアであったり、そういったところにですね、入るのにこの、衛生パスがないと入れませんよということなんです。つまりレストラン入れません、ご飯食べられませんよということなんですよね。で、衛生パスを持ってない方、フランスの衛生パスですね、それを持ってない方は、PCR 検査もしくは抗原検査の陰性証明書を持ってきてください。ただしこの証明書の場合にはですね、48時間以内か72時間以内のどちらかなんです。どちらかを誰が決めるのかというと、この施設によって変わるんですね。例えばレストランであれば72時間以内の陰性証明書があれば大丈夫ですと。で、文化施設の場合には48時間以内のものでないとダメですということになっているわけですね。ですから、ご旅行される方のスケジュールにもよりますけれども、こういう文化施設をですね、こういくつか回るような、例えば10日間ぐらいで何かそういう、お仕事であってもですね、観光であってもそのような場合にですね、48時間ごとに、最悪ですよ、最悪48時間ごとに PCR 検査なり抗原検査なりを受け続けなければならない、陰性証明書をもらい続けなければならないということにこうなるわけなんですね。これは大変な手間ですし、面倒くさいですし、時間もかかりますし、お金もかかる、そういうことなんですよね。ですからその日本のワクチンパスポートがですね、そのままフランスの衛生パスポートで認められれば、こんな楽なことはないわけなんですね。でそれに関してですね、8月の20日、フランスの日本大使館、パリにあるんですけども、日本大使館がついに正式に発表しました。これホームページの中で記載されている、文言をですね、もう原文のまま持ってきましたので、こちらご覧になってみてください。フランス国内で運用されている衛生パスとしては使用できません、ダメですということになってしまったんですね。ですから、ここ1日2日ぐらいでですね、この日本のワクチンパスポートがそのままフランスの衛生パスポートとしてレストラン入れたよとかですね、そういった、ツイッター界隈とかブログ界隈ではあるんですね。で、私どもの方にもそういった情報は来ているんですけども、これはですね、だからこれが認められるんだっていうのではなくて、多分よく分かんないお店のレストランの店主だったりとかですね、そういった人が、もしくはですね、ちょっと田舎の方で、はるばる日本から来たんだから、いっかって、英語でワクチン打ったって書いてあるし、大丈夫だろうみたいな感じですね、よく考えずに、入れてしまった、もしくはこれは衛生パスポートだなと勘違いして入れてしまった、レストランにどうぞ、バーにどうぞっていうふうになってしまったのではないかと思うんです。もし店主の人がですね、これは見たことがない、日本の発行かと、でいわゆる日本の
いわゆるその保健所みたいなところにですね、こう確認して、これどう？ダメっていうふうに言われるはずなので、そういったことで、たまたまその人が入れたという感じなんですね。でもすでに使用できませんというふうにこう発表されてしまっているので、ひょっとしたらワンチャンあるかもっていうふうにしてですね、入ってもいいんですけども、ダメって言われたらもうアウトですから、できればですね、そのフランスの衛生パスポートを申請していただく、お時間がある方ですね、もうお時間がある方でもう日本のワクチンパスポートは持っているという方はですね、サイトから申請をしていただくと。この申請に関しましてはですね、先週の動画で詳しくご説明しておりますので、後でそちらの URL を貼っておきますので、説明欄に貼っておきますので、ご興味のある方は見てください。でも時間がないと、もうすぐ行くんだというふうな方はですね、出発ギリギリで PCR 検査を受けると、もちろん陰性証明でないとダメですけれども、そうするとですね、その出発で陰性証明を受けた時間、検体を取り出した時間ですね、例えばフランスは確か唾液は認められないケースが多いので、この鼻の中にこう突っ込むあれですけれども、そこを取り出した時間から72時間というふうになるので、それで取り出して、で、出発ギリギリで、陰性証明の証明書がもらえればですね、フランス到着してもまだあと40時間ぐらい時間があるとかですね、50時間ぐらい時間があるとかっていうふうになるので、その間はレストランがその陰性証明書で入れると。でその間にですね、どこかでもう一度抗原検査を受ける、 PCR 検査を受けて、さらにそのまた時間を延ばすというふうな感じに、なっていくんじゃないかと思います。そしてですね、実際お時間がない方でもですね、とりあえず空港の近くでも、空港じゃない、出発間際に PCR 検査を受けるというのは必要なんですけども、それと同時にですね、フランスの衛生パスポートも申請しておかれることがいいと思うんですね。というのはですね、申請しましたと。で、いつ来るかってはっきりと分かんないんですけれども、メールでこう QR コード付きの書面が送られてくるんですね。でそれが来ればもう衛生パスポートなので、それを印刷するなり、もしくはスマホの画面でこう表示するなりすれば、その文化施設であって、どこでも入れるというふうになるわけですね。ですからその PCR 検査が、あわよくばですよ、あわよくば PCR 検査が72時間が効いている間にフランスの方からこう連絡が来ればですね、その時点でもうワクチンパスポートじゃない、ごめんなさい、衛生パスポートになるので、もうあとは何もそのする必要はないと、検査をする必要はないということになるわけなんですね。もちろん今の日本の場合はですね、ご帰国の際にその相手国出発の72時間前の PCR 検査の陰性証明というのが義務付けられているので、これは受けないといけません。あともう一つですね、最近は誤解される方は少ないと思われて、皆さんちゃんと確認されると思うんですけども、国によってはですね、例えばフランスのように相手国出発の72時間前、日本で言えば羽田とか成田とか関空とかですね、そういったところの出発の72時間前っていうところもあれば、ドイツのようにドイツに入国するときから72時間前、入国72時間前ですよというふうなものもあるわけなんですね。この場合ですね、そのドイツに入国する3日間前が連休だと、通常の医療機関ではもう PCR 検査できない、お休みになってしまいますから、できないということになりますので、そういったところはですね、そういうお休みでもやってらっしゃるような、PCR の検査をする機関を探していただくしかないです。ですから、出発なのか、それとも到着なのかということによっても、多少変わってきますので、最近はそろそろですね、ご旅行に行かれる方も少しずつちらほら見受けられるようなので、そういったところもよくお気をつけいただければよろしいかなと思います。今回はですね、日本のワクチンパスポートはフランスでは衛生パスとしては認められませんでしたというお話だったんですが、ただですね、もともと入国書類としては認めてくれてなかったものが、何日か経った後に認めますよっていうふうになってきたので、ひょっとしたらですね、ひょっとしたら日本のワクチンパスポートは何日かして、もしくは1週間ぐらいしてですね、そのままでもフランスの衛生パスポートとして認めますよっていうふうになるかもしれないです。そういうふうになりましたらですね、情報入ってきますので、その時にはまた別な動画を撮って皆様と情報を共有してみたいと思います。それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。